こんにちは、マサン6494です。今回はラストクラウディアの英雄降臨祭のラグロボスを当てに行く回になります。ラグロボスさん、一瞬今回のおすすめでどういった能力とかあるのか確認したら、めちゃくちゃ強いですね。上限アップが搭載されているので、リリーさんとかと組ませると やばいことになると。まあ、あと 必殺技で上限がやばいやつあるね。なので、火力がめちゃくちゃやばいっていうところですね。とりあえず、星。あと、アークが、UR アークがあるので、アーク特性の方が一番強いかなと。まあ、ただ、スキル系に関しては、まあ、今まであったスキルが、まあ、普通に入ってるだけじゃねっていう感じだったんだけど、まあ、とりあえず、分回していこうかなと思います。まあ、とりあえず20連ですね。当たったら終わりなんだけど、27日まで行きましょうか。とりあえず当てたい理由は、今、ランキング形式のやつ回ってて、容量が良くなるからです。よし。よし。最高。セビアは別にいらないかな。しかも、初期のやつ、いらないかな。初期じゃなければ、普通に使ってるからいるんだけど。うわ。意外と来た。まあ、絶対来ないと思ってた。解き放たれし、獣王。知らないけど。もう妙だからいいけど、何？知らないよ。やり？全然知らない。槍系って、銃のやつぐらいしか知らない。微妙だな。アークのさ、100%のつみたいけど、今見れない。ちょっと、いや、ていうか、ラグロボスが欲しい。ちょっと待って、アークをちょっと一瞬見せてくれ。やり系だからやりっぽいんだよね、今感じたら。やりだよね、まあ、それそうだよね。なんか、まあ新しいのだからまあいいかなって感じですけど。はい、ということで。また溜まったら引こうと思うんですけど、まあ、確率低そうだね。例の、水着の女を当てるくらいのガチャ引かないとちょっと厳しいんじゃないかなっていうのは正直な感想です。はい、ということで今回はラストクラウディアの英雄降臨祭ラグロボスを当てに行く枠20連でした。それではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。